みそののですね、スウェーディッシュスチールですね、スウェーデン鋼ってまだ書いてたやつですね。最近はこれユーロカーボンとかですね、そういう書き方になってますが、まあヨーロッパ製のですね炭素鋼です。外見結構錆びてますけれども、黒錆はですね、こういう黒錆は残しといてよくて、こういうですね赤錆ですね、こういうのは取っといた方がいい。それとですね、やっぱりこの手のですね炭素鋼系でですね、この割り込み、挟み込みの絵を使ってる包丁っていうのはですね、結構高い確率でこういう風になります。僕が自分で使ってるのはこういう風になってないんでですね、まあ、気にして使ってればこういう風にはならないと思うんですけれども、隙間にですね水が水分が入って、で中でこの金属が錆びてですね、膨張してるんですね。それがちょっとでも隙間が空くとですね、なおさらですね水分が入りやすい、水分とか酸素が入りやすい状態になって、錆が錆を呼んで、どんどん更新していくという状態になります。で本格的に直すんであればですね、もうこれ一回全部分解してしまってですね、綺麗にした方がよろしいんですが、これぐらいだとまだギリですね、隙間を埋めてですね、これ以上の錆の進行を予防するということがですね多分できると思いますんで、まあ、絶対とは言えないんですが、それをちょっと今回この隙間埋めをやっていきたいと思います。僕が隙間埋めで使ってる道具なんですけれども、ざっとこんな感じです。これはまあ100均で買ってきたですね、このこれもともとまっすぐやったんですけど、グッと曲げてですね、お玉、先が尖ったお玉、もともとこんな形してたやつです。でね、このトーチ、これはですね非常に重要です。普通のライターだとちょっとあぶれないんでですね、このトーチはぜひあった方がいいです。あとピックツール、別にこの曲がりは必要ないんで、まっすぐのピックツールでもいいんですけど、要は先が尖ったですね、丈夫な、ただ単に先が尖ったやつだとですねぐにゃっと曲がってしまうかもしれないんで、アイスピックとかそんなんでもいいと思いますけれども、それを使います。そしてローですね、ローもこれも何でもいいです。でこれをですねこうバキッと折ってですね、芯は使いませんから、こんな感じでここに入れるっていう感じですね。と最初にローを溶かす時だけですね、このバーナー使った方が手っ取り早いんで、これも使いますが、これはまあ別に絶対必要なもんじゃないです。是非とも必要なもんじゃないです。であとはこれは僕は砥石の薄いやつがいっぱいあるんでですね、うちにいっぱいあるんでそれ使ってるんですけれども、なんかこう熱いものをこう置いとくところですね、そういうような感じに使います。それではまあ作業をしていきましょう。それではこのローを溶かしていきます。お玉を炙ってる感じですね。で勝手に溶けていってくれるのを待ってる感じですが、まあ、ざっくりこんなもんで、でですねこっちをですね、溶かす前にこっちやった方が良かったですね。隙間をですねある程度なんですけど、ピックツールでですね、これあんまりやりすぎたらダメなんですが、ある程度削っておきます。あんまりやりすぎるとですね、絵がパカッと分離してしまう可能性があるんで、ほどほどに、この隙間の中にローがちゃんと入ってくれるぐらいの感じで、まあ、表面のこれぐらいの、これぐらいの深さ分のですね、溝がちゃんとできてくれたらいいよねっていう感じで、こんな感じで隙間ができてくれたらいいです。でそこに先ほど溶かしたローを垂らす前に、軽くですねここの鉄を炙っておきます。その方がローが表面で止まらずに中まで入ってくれるから、鉄を
温める感じ、木が燃えるまでやったらダメですけど、夏なんかはまあそんなに大丈夫なんですけども、冬場なんかだとこれで鉄が冷たいとですね、もう本当に表面で止まっちゃうんで、それでいきます。こんな感じですね。表面はロウが覆った感じなんですけれども、これをですねまたガスバーナーでこうやってあげるとですね、ロウが奥に浸透していってくれるわけですね。こっちの方からは全然ロウが入ってないので、今垂れてきたロウを流し込みます。こっち側からもロウを入れていきます。まだ溝がありますけども、ちょっとこれぐらいになったら一回冷まします。冷めると白っぽくなってくるんですが、白っぽくなってきたらバーナー、小型バーナーで炙ります。炙って溶かして中まで入れっていう感じですね、頭の中のイメージでは。ここもちょっと隙間できてると思うんで、ロウを突っ込んでおきます。この辺なんかもまあ垂れて、ある程度は勝手にロウが回ってくれてるんですけど、一回バーナーで焼いて隙間に液状化させて隙間に入らせます。ざっとこんな感じですね。はい、じゃあですね、こんな感じで隙間にだいたいロウが入りました。だいたいでいいです。で、表面のですね、この汚いロウをですね、これはティッシュペーパーで炙りながら取っていきます。液化させてからティッシュペーパーで染み込ませて取るっていう感じですね。はい、これでですね、まあ、だいたい綺麗になってですね、隙間におおむねロウが入った状態ですが、これでまだちょっと埋まりきれてないところがありますんで、ここにちょっと下に落ちてるロウをガスガスと刺してですね、溶かし込む、こんな感じですね。こんな感じでまだちょっとボコッとなってるところありますけども、これはもうちょっと完全に冷めた後に、完全に冷めると中真っ白になりますんで、その後にやった方がいいですね。こっちだけもうちょっと埋めときましょうか。
こんな感じです。これで完成です。これでトイレ行きましょう。